ここからは今週行われる2歳新馬の半田調教動画をお届けします。3頭合わせの真ん中ですね。割と早いラップですけれども、手応え十分で上がってきましたね。イーブンラップを刻んでという形の追い切りですけれども、まあ最後も少しね追う姿勢は見せましたけれども、目一杯ではありませんので、本当に 長く同じラップを続けられるという個性がよく出てますね。動きもしっかりしてます。合わせ馬外ですね、上がり重視というような形の対象の方の行きっぷりですけれども、非常に手応えよく上がってきて、しかもね12秒0、これで真ん中のところをしっかりと走ってきて、ラストも12秒0ですから、これ36秒7の時計は出掛けにもう少し生かせばもっと早い時計が出ましたね。なかなか2歳馬でラスト2つ12秒0は難しいかと思いますよ。合わせ馬のうちで、かなり馬は行きたがってる感じのところがありますね。ただその割にはね、時計的にはそんなに出てないというところで、まあ力みもあるということなんでしょうか。まあ合わせるということを主眼に置いたらこういうケースもありますけれども、ラスト13秒3少しふらつき気味のところもありますから、まだ若さが感じられるという状況ですね。合わせ馬のうちですけれどもね、並走するというところがテーマになっている感じで、鞍上はかなり抑えてますね。馬は行きたがってる感じがありますけれども、早めのラップを刻んできて最後まで、しっかりと走り切った格好ですが、まだ少し姿勢の不安定さみたいなのがねあるんで、若さは少し残した印象ですけれども、まあ、よく動かしたというふうには思います。自然体のような形で上がってきてましたけれども、少し馬は気が入った格好ですかね。頭が少し高くて、真ん中のタイムが12秒に早くなったんですが、その後ですね、だんだんこう持たれていく格好のところがありますんで、最後は外側のその壁にくっつくようなところ、この辺りがねスタミナ切れなのか気持ちの問題なのか、少しまだ不安定なところがあります。ゆったりと行かせて上がり重視ですね。ラスト2波のそれなりに気持ちも入ってラップは上げてきました。まあただ序盤が少し遅いですから、これが、早めからその強く追ってるとどうだったかというところはありますけど、一応まあ手応えよく最後まで、タイムをまとめたという印象ですね。これで仕上がりは OK だと思います。合わせ馬のうちで隣の馬とは少し間隔が空いてという格好ですね。ですからやや気持ちを入れながら早いラップを刻んで、ラスト一波論へという形です。序盤から少し力みましたかね。最後13秒1はかなりいっぱいに動かされてという形ですから、この辺りに一つ課題はあるのかもしれませんけど、道中のスピードの乗りは十分なものがありました。合わせ馬のうちですがね、早いラップを刻んで上がってきたんですが、もう鞍上は手綱を抑えきりですね。相当気持ちが強い、前の馬を追いかけようとする気持ちが強いですね。合わせるということを主眼に置いてなければもっと早い時計、ラスト一波ももっと早いタイムが出たかもしれません。非常に前向きなスピードタイプということは言えますね。しっかりとした動きです。3頭合わせの真ん中で、余裕を持った感じで走ってきましたね。これも、合わせるということが主眼に置いてるんで、両サイドの馬を気にしながら手綱を調節しているというところですね。まあそれでも12秒3、11秒9というラップを刻んできて、ラスト12秒6、ここは少しね伸びきれなかったかもしれませんけれども、相手に合わせることを主眼にしてたんでね、ちょっと反応が鈍かったかもしれませんけど、非常にいい内容ですよ。レースの予想にぜひお役立てください。